天才子役の現在がヤバすぎる芦田愛菜18歳になりました。偏差値77の慶応女子校に通い京都大学医学部を目指しています。鈴木福、小学生から野球を始め中学校ではエースをしていました。プロか俳優か悩み野球を諦めます。大学受験と俳優業を両立させるために頑張っています。寺田心、ブックオフなのに本ねえじゃんでおなじみの心くんは中学2年生になりました。お母さんとおばあちゃんに美味しいご飯を食べさせるためにシェフを目指しています。